トレイスマイナス1は、ことザの方角に約512光年の位置にある太陽系外惑星である。質量と半径から木星とほぼ同じ素性を持つ木星型惑星であると考えられている。太陽系の木星とは異なるが、他の多くの太陽系外惑星と同様に、トレイスマイナス1は、親星から非常に近い位置に存在しており、ホットジュピターに分類される。 形型種系列性 GSC02652 から01324の周囲を公転している。トレイズ -1 は太陽系外惑星を検出するためのプロジェクトである大西洋両岸系外惑星サーベイによって合計4インチの望遠鏡による親生前面のトランジットの観測から発見された。この発見は WM 欠点問題での出演速度の観測によって確認され、 惑星の質量も測定された。2005年3月22日、スピッツァー宇宙望遠鏡を用いた観測が行われ、2つの基地の太陽系外惑星からの赤外線を直接捉えることに成功した。これらの観測により、惑星の表面温度や軌道が明らかになった。今後の複数の波長の赤外線を用いたスピッツァー宇宙望遠鏡の観測により、 惑星の風や大気蘇生について詳細な情報が得られると期待されている。これまでの結果により、トレイスマイナス1の表面温度は 1000K を超え、ボンドアルベドは0.31プラスマイナス0.14であることが明らかとなった。可視光と赤外光によるトレイスマイナス1の二次色の創造図赤外線の図は、赤外線波長を目で見ることができたとした場合に、 どのような画像が見えるかを示した想像図である。熱い恒星は赤外線では可視光ほどは明るく見えない。一方で暖かい惑星の輻射のピークは赤外線の波長内にあり相対的に明るく見える。色相は温度の相対的な違いを反映している。恒星の温度が惑星よりも高いため、また温度の高い物体は赤よりも青の強い光を発するため、 恒星は青色に描かれ、惑星は赤色に描かれている。惑星の全体像は高温の木星型惑星の理論モデルに基づいて描かれている。これらのホットジュピターは、素性や質量の面では木星と類似しているが、表面温度が高い点が大きく異なる。多色速光計を用いた観測と正確な視線速度の測定によって、 恒星の周りを公転する惑星の性質を知ることができる。これにより、この惑星はオシリスとほぼ同じ軌道周期、オプチカルグラビテーショナルレンジングエクスペリメントで発見されたトランジット惑星の約2倍の軌道周期を持つことが明らかとなった。トレイス -1 の質量はオシリスと同程度であるが判定はかなり小さく、大気深層での別の加熱源などを必要とせずに、 理論モデルで惑星半径を説明することができる。2007年にロシュター効果を用いて、構成の時点軸と惑星の交点軸のなす角度は30度21度であると測定されており、トレイスマイナス1が巡航軌道で交点していることが判明した。巨大ガス惑星の理論モデルによると、トレイスマイナス1は過去に大きな軌道離心率を持っていたことに起因する。 惑星内部での潮積加熱の影響を受けたことが示唆されるが、その影響は惑星の半径を膨張させるほどではないと考えられている。ウィキメディアコモンズにはトレイス -1 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。